小泉遥香です。中学2年生の13歳です、趣味はギターを弾くことや一人芝居をすることで、特技は歌を歌うことです。柴咲コウさんの形あるものを歌います。もしもあなたが寂しい時にただそばにいることさえできないけど、なくす痛みを知ったあなたは他の愛をつかめる、そう祈っている。ありがとうございました。最近ハマっていることは、携帯のアプリでカラオケの歌を歌って採点をすることにハマってます。いろんな曲を歌って自分で結構いけたなと思っても80何点ぐらいしかいけないのでいっぱい練習してます。最近のいとおかしな出来事は、さっき歌った曲が主題歌だった山田孝之さん主演の世界の中心で愛を叫ぶっていう映画を見て、すごく感動してしまって、そういう人を感動させられる演技ができるのはいとおかしだなと思いました。舞台は初めてなので緊張はしていますが、とても楽しみなので頑張ります。よろしくお願いします。私にとっては1回目の公演なので私らしく頑張りますので、よろしくお願いします。バイバイ。